だよ。そうっす、女の子たちってみんなのそこってすぐとほらいっぱいあんじゃん、こうほらなんかこう、はい、なんかオプションをつけるじゃん、はいはい、いっぱいつけるじゃん。あー、なんか生クリーム入れたりとか、なんかキャラメルマキアートにどんなコーナーとかなんかいろいろ言ってるじゃん。あ、そんなに高いんだ。なんとかチョコレートチップをどんなコーナーとかって入れたりして。いやでも小暮もデザートうるさいんだよ。あのツアー行った時さ、絶対さあのハーゲンダッツのさ500円ぐらいするやつ買ってくんだこいつは。そんな高くない、人の金だと思いやがってよ。500円くらいの500円ぐらいのアイス買ってくんだよ。いいね。人の感じだと思ったらね。そうなん、そうなんだ。あれだから、あの、いや、じゃあ、トロさん、はい、変なアイス買ってくると、うん、もうこんなアイス買ってきやよって怒るんだよ。俺はあのシャリシャリじゃなきゃ、俺はね、なんだっけ、あのガリガリ君とか買ってちゃダメなんだよ。こんなんじゃん、だってこの間デザートを、あの、なんでしたっけ、付き合いのデザート買ってきたら、うん、怒った。あれですよ、もうそのまま置きっぱなしですよ。あれ違う、でも昨日、この間、一昨日買ってきたやつはあれ美味しい、あれいいでしょ。あれはなんか、あれ有名なの、あれ。え、ハーゲンダッツみたいな味だったよ、でもあれはいいでしょ、うん、あれはチーズ系のアイス、スキヤのスキヤのオリジナルのスキヤのアイス、まさか300円とかしねえだろ。いや、あれ200円はしないです。その前のやつはなんかわかんないけど、もう空気なくなってそのまま捨てちゃった。しかも、それ言っていいですか、あれ一番高いです。ふざけんじゃないよ、お前は。余計なもんをつけてくるからさ、絶対にデザート買ってくんのよ、この男。マジでデザーターだよ。俺らセレブじゃないんだからさ、いらないんだよ、デザートなんて。デザート、食後のデザート一番ダメなんだよ。だってさ、食事で糖分とかさ、塩分あんだけ取った後にだよ、またさらに追い打ちをかけて糖分を取るなんて、こんなそんなのねえだろ。女子だから、あのデザート別腹。別腹って別腹じゃないですよ。調子悪くなっちゃうよ、本当に。あんた、もうそろそろ年考えた方がいいよ、本当に。あんた、精神病院でもうそのまま一直線で。俺はやばいね。やばいやばい、今それから太り出したりしたら大変だよ、本当に。いや、もう太り出してるから。やばいね。もうそろそろ通風から豆乳出るよ。バックスイングをこうやってうまくなりだしたじゃないですか、うん、こっちばっか意識してて、うん、こっちゼロになっちゃった。こっちが、あのフィニッシュが、足がこ、フィニッシュが、これでも回んなくなっちゃった。足がどうしたらいいの、それ取れなくなっちゃう。ここからここまでのスイングになっちゃう。あ、ここそこに勝負かけちゃってる。ここから減速しだしてインパクトが遅くなってきた。はっつって言って、フォローで右のグリーンにやっと、マジで飛ばんまで振れなくなっちゃった。振れなくなっちゃった。あれだったらいいか、あの片山慎吾たちのあの GG スイングちょっと一回聞いたら。表面反力、ね、え、あのなんとか反力、まあ、あんなんやった瞬間もう左膝もう終わるよ、ね、だってあのタイガーですら、ね、左膝手術してんのよ。伸ばしてこうヘッドをこう利かすっていう、こういう動きだからさ、なんか今のイメージ悪いでしょ。そのまんまじゃなくてイメージ悪い。シャロウインか。まあ確かにヘッドスピードは増すよ。す、ね、増す増す、絶対増す。なんか俺の動きに似てるよね。そりゃそうだ、だドラゴン選手全員やるもん。だってヘッドを利かさなきゃいけないから。でもゴルフってヘッドを利かしてなんぼじゃないじゃん。アイアンでどこまでも飛んでちゃう、あのドラゴンの見ただろ、あの兄ちゃん。あの兄ちゃん8万円で200円で飛んじゃうんだけど、それはさ、コントロール効かなくなっちゃうような。ああ8万円で200ヤードでどうやってゴルフするんだと。60度のサンドウェッジどうやってコントロールするのかな。60度でこんだけロフトついてて内角あって、うん、これでパーンって振ったら60度で100いくの。そうだよ、60度で100いくよ。楽勝けど、じゃあそのあい、じゃあ70ヤードどうするんですか。いやだからこうやって全部こうやって抜いて、全部こうやってそうやってスイングしなきゃ。だからドラゴン選手ですらこうやって止めるわけだから、はい、ヘッドって生かしちゃいけないこともあるわけじゃん、やっぱ。そうですね。でしょ、はい、これはね、それはね、確かに今の
道具からしたらありかもしんないけどね、ドライバーだったらこう、あー、ドライバー、そうですね、ドライバーだったら、はい、パカーンで効かすのね、ティーアップしてますしね、うん、それはだけど、ただアイアンのコントローラー流線に書きてはちょっとね、怖いね、ほんとね一回やんない、いや、俺はもうそういう動きになっちゃってるの、なっちゃってるのね、だからこうだけどここで終わっちゃってるからここで終わっちゃってる、今はね、で、これが、ここがないんですよねいや、そこまでいかないんだよ、だから体が動かない今度あれですね、トマラさんにあの宮下さんのニュースイングのモノマネやってもらわなきゃいけないですね、いや、ナチュラルだよ、俺もう今はナチュラルになったよあのトリッキーな動きがなくなったのあの一回必ず向こうを見てる目が合っちゃうんだよ、目合うやろチェックするんだ必ずでも本人は見てないって言うんだから多分記憶に、ね、記憶にないんだよ、ないんだよ、もうルーティーだな目合ったよって言ったら記憶にねじゃあ割れすぎた、ダメだな、本当。あそこの椅子直したりしてます、知ってる、あれなんだ、おさむちゃんが直して壊したいや、あんたがミシってやったで、一番最初にやったのあんたよ、ミシって俺お、なんかミシって言ったって言ったあの、3日後ぐらいだから俺が座ってミシミシってなった座って壊れちゃったあ、そう、壊しちゃった新しいの作ってね、またなんかこのなんかさ、今回のみそばらしい感じあるけど大丈夫だね、いやいや、頑丈よ、あ、ほんと、うん、さすがだね、やっぱりね、ほんとね、まあ、いったん習志野のエジソンだからね、ねえ、メリちゃんね、父さん、何知ってます PS1、何やんの、今から放送開始する話、何の、1988年、うん、日本オープンだ、はい、88年って言ったら日本オープンでこう俺だろオーマイガーって俺だろあれだろ、ちょっと待ってあんたしかできんわ、それはさすがに俺でもようできんわで、しかもフックラインじゃん、いや1メーターだよね、ちょっと上りのフックラインなんで、うん、なんか気持ち悪いライン、はい、しかもさ、あのグリーンさ、アップで映したらスパイクマークすごいよ、すごい、昔のスパイクマークやばい、やばいよね、やばい、あれ気持ち悪くて、それはね、手動かなくなっちゃう本当に、で、しかもボーンと打ったやつ、またすげえ強かったじゃん、はい、あれ、そうっすか、結構強い、思ったやつ、ちょっと見ないでしょ、88年だ、覚えてる、ほんと、ね、この時期どんどんああいうテレビ流しちゃいんだよね、試合ないんだから、そうだね、偉いね、うん、面白いよね、うん、あの時って、あの時と何あれか、17番で長いのが入ったんだっけ、多分そうだ、そう、ね、うん、そうだよね、ほんと、あんなのがあったんだね、中島さんがやっちゃったんだよね、ちょっとね、14番ぐらいでね、そうだね、うん、うん、そうだよ、あのところ面白かったね、なんか生だったからね、あージャパンオープンはいつも生だもんね、生はやっぱりこう、そりゃね、あの視聴率上がるわなあんなのもう、あの3人揃ってればね、あー、青木さんがまたさ、どうしたんだよ笑ってんだよ、あのパフォーマンス的な感じだと思って青木さんは笑ってたね、僕はそう、今の使えるんですか、使えるでしょ、全然使えるよ、あんちゃんどうしたんだよジャンボ大崎あんちゃんというのは青木さんだけど多分あれ本当に20代の頃最初からあんちゃんって言ったんだろうね、もうね、うん、初めからあんちゃん、青木のおっさん、ちょっと見たいな、ね、
そして青木のおっさんというおっさん向こう行った時あっち行けあんなこと言えない親父しかいない。困っちゃうね。最近俺 YouTube 出てないでしょ。ずっとだって最近何だって撮ってないもん。密になりたくないからさ。ああなるほど、うん、3密といえばさ、うん、湯原信光、新井兼光、福沢義光、3密の3密それしか頭に浮かばないやつも。いや違うでしょ。だってなんかサンバガラスでしょうよあれ。違うよ、一大サンバガラスじゃなかった昔。三密って言うの、要するに湯原信光って言ったように新井兼光。新井兼光って誰？新井って、あの佐藤社長の運転手してる。新井兼光って新井くん、わからないっつうの。全員が光るんだそうだよ、福沢義光ってね。能三密ってそれしか思えば能三密、いやー、参っちゃうそれはわからない。わからない、うんちょっと見ましょうよ。何の？ちょっと見ましょう、チラッと。どんな雰囲気？いや、ビデオ撮ってるよ。マジで？うん。あね。あの頃ね、トムまだ高3ぐらい。88年だから俺はもうね、高3ぐらい。高3だよね。そうそう。うん、そう、間違いない。見てた。浅野さんキャッチでしょ？いや、あれ、大ちゃんだった。あれ、そうだったから。あー、そっか。88年か。そっか、大ちゃんだ。もう、大ちゃん結構キャディやってんだよね。で、しかも勝ってる。そう、結構ね、盛り上げる。結構、いや、あの人、へーとか結構言うじゃん。あの人盛り上げるよ。ね、うん、あの人ね、結構そういうのすごい得意だ、うん、結構でかい声で言うからね。へー、うん、半端じゃない。で、しかも、必ずニッカポカンで、大ちゃん。あー、多かったね。そう、大ちゃんはそう。小暮のさ、あの最初のまだあの研修生の時キャディやった時のあのいつも小暮の癖ってゴゴ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 ゴって言ってお前ゴゴゴゴ打てよって言われてたよね。ゴゴゴゴって打ってねえみてえじゃねえかって怒られてたよね。ましたね、それは。だから声出しも難しいんだよね、キャディね。難しい、難しい、うん、キャディってやっぱりかなり難しいね、ほんとね、うん、あの曲げた時にファーって言うのもあのギリギリのところまで、うん、あんまり言うとさ、もう曲がったらバレるじゃないですか。そうそうそう、あんまりね、キャディ、ね、キャディ心理はね、そうなの、曲げた時にファーってでかい声でね、言いたくないんだよ。そうなの、これも言わなきゃいけないんですけど、うん、言えない、これがね、もうこれだけの話ですよ、うん、それギャラリーに向かっていったらそれ言いますけど、うん、それは最近の試合のギャラリー数で、うん、言わない、人いないしね人いないとこにガラッガラだしねはっきり言っちゃう、ガラッガラだしね。これは難しいですよ、だからなんか来てた女子は結構言うかね。いや、人多いじゃん、女子はね、やっぱね言わないと、ね、あの言わないきゃダメ、あ危ないの。でもね、言ったところでね、ギャラリーはね、見えてないから。そうなん、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 そうなん。じゃ逆にね、ファーって言われて、あの後ろ振り向いた瞬間に顔面当たったらひどいよ。危ないね。そうそう、言わない方がいいね。いや、言った方がいい。でも言わなきゃいけない。言った方がいい。でこれほんと難しい。ファーのね、ほんと試合のね、でも自分たちがラウンドしてる時はま絶対言わなきゃいけないですよ。うん、うん、そうだよ、言わなきゃダメだよ。試合のあのファーのタイミングはね、だからファーってさ、みんなさ大きく伸ばそうとしすぎなんだよ。そうそう、ファって言うんですね。ファって言わなきゃいけない。ダンバーファーって言わなきゃ。あっち右ね、でかい声で言わないと。だからアメリカの選手がさ、右曲げたらフォーライトとか言うじゃん。言う、言う、で、パッてもう発声練習しようとかいいよね、スタート前にね。そうそう、言わないファの練習してから行きましょう。ファ、ドレミファと。ファ、ファ本当ですよ、そのファ問題はね。ファ、そうなんだよ、あれね、言いたくないんだよ、本当。なんか、まあ、あの本来はね、キャディー心理は言いたくないんだけど、しょうがねえな。それであの曲げて走るのも嫌がるだろ、ジャムさん。だからそういうの言うだから僕がスッていくと、うん、だから曲がったってことじゃないですか、うん、いやでも昔は曲げたら走らなきゃいけなかったんだ、うん、走ってまず先にボールのポジション行かなきゃいけなかったから結構みんな走ってたんだよ、キャディは。そうだけどこれここだけの話ですよ、視聴回数最近少ないんで
少なくねえよ全然。そう全然普通にあの質問とかでも8000、9000いってるよ。そう、うん、あマジで、うん、うん、最近だ取るもんないからさ、やっぱ俺のスイングばっか乗せるからさ、あのいやあの競争はいらないって言われてんだよ。競争スイングはいらない、もういいからプロ育成って言われてんだ。あもういらないんだ、うん、そりゃそうだ、もうお腹いっぱいらしいからさ、もういらないよ。なんでこんなおっさんの変なスイングをさずっと取ってさ。だって意味が分かんねえな。だって自粛で取るもんないんだもん。もあそっか、自己満足だじゃなくて、もうとりあえずさジャンボ店の様子を載せないとさ一日一本。そっかそっか、うん、そう思っただけだよ。そうだよな、うん、確かにね、今やることないからね。え本当に、うん、間違いない。マリンちゃんすごい打感がいいとか、もういい話ばっかりだ、はい、とりあえずだからもう、はい、ここにあの、いやの感じ、その感じで何でした、はい、何でした、何の話だ、ズーミーのあれキャラズーミーのじゃねえよ、ズーミーのじゃねえよ、ズーミーならやめたの、いやいや入ってる、ね、だからこれのシャフトが来なかったから入れてるから、ね、マリンね、いつも一緒に行った時ね、マリンね、なるほどね、ねえ、アンディちゃん、一緒に飲んでいかないの？ん？ねえ、アンディちゃん、ん？ねえ、絶対また帰ってくるからいいだろうって思ってんだけど、そうなの？意外とそう、最近。ええー。あ、いた、いた。あ、入ってたよ。珍しい。タイガーウッズのインパクト見てこれ、素晴らしい形じゃね。いやそりゃそうでしょ。最高な形してるわ。そりゃそうでしょ。すごいね、やっぱなこうじゃないとね。っていうかゴルザってやっぱ今どうなの、面白い。いや小暮はちょこちょこチェックしてるけど俺は全く最近見てない。マジで、うん、雑誌全く目を通さない。あんまりさあのスイングの情報入れたくないんで今。あ、そういうことね。うん、がなあ、ね、そう言ってますけどね、あのシャドースイングはね。え、シャロー、何シャローイング、いやまだシャローイングなってねえよ俺全然。でもフィル・ミケルソンだってやっぱりスイング悪いね。昔っぽいよね、溜まりすぎだよね、だから曲がるんだろうね。ね、こういっちゃなんだ。いやーそんだけたまるから飛ぶよ、ねね、天才的なそういうこうほら小技とかさ、あーうまいよね、あれがあるから。いいマリンビビってんじゃんかよ、あれ、うん、普通の人だったら絶対無理だよ。いやマリンびっくりしたね、マリンね、びっくりしたね今ね、マリンちゃんびっくりしたね。そっか、やることないから、みんな回すこともないし、うん、そうだよね、みんなね、なんかくだらないのやってるよね。インスタグラムね。ね、なんだろうあれ、俺あれなんかこれリレーとかやる気がしないんだけど。何リレーって。なんとかリレー、みんなでね。あ、リフティングとか。そう、あ、俺仕方しちゃった。あ、誰かが来た。来たけど仕方やらない。っていうか、家にゴルフクラブないし。ゴルフクラブ一本もないし、ボールもないし。じゃあまあ、3人寄ればの間にこれ入れときやるか。どれ、ね、このたまに入れてる映像。3人寄れば頼むよ、ちょっと。あんまりこう変なの入れたら、ほら。アンチジュニアもいっぱいいるからね。怖いんだよ。え、何すかそれ。え、ああ。トモ尾崎ね。そう仕事もしないでとか仕事してんのに。そう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 。いるんだよ。ああそういう。そう無職とか言われちゃうからさ。なわけないじゃないですかね。本当頼むよ本当に。頼んだよもういい。いい年こいたおっさんなんだからもう50前のおっちゃんなんだからさ。ね、まあいいでしょう。何言われてもしょうがない。フラット目に入れろって言われた。どれ？フラット目。フラット目。フラット目に入れてんの。ジジスイングだ、マシュー・ウルフだ。
マシュールって聞くと宮下さんのさスイングが頭の中によぎっちゃうんですよ、ね、マシュール。でも本当にさシャローに入れてきたら、はい、俺の 47.5 のドライバーはきついよね。絶対遅れちゃうよね。きつくないきつくないきつくない。だからシャローに入れてもヘッドが垂れなければダブらないじゃん。いやドライバーなんかダブらないじゃん。絶対ダブらないじゃん。あのこうダフルっていうのはこう落ちるからダフルだけじゃん、うん、なんでもうこうボトンでそうでしょ。落とさなきゃいいんだよ。シャローにしてこうやって持っとけ。なんで別に俺シャローにしたいわけじゃないんだよ。おっノリちゃんどうした。大丈夫肩、うん、やっぱ閉じてるな。かぶってる開くの開きたいんですけど、うん、さあ得意のねじりきたい小暮の。あでもそれ難しいやつ。あれ何これ全あれと違うじゃん。かぶっちゃってる。これは閉じてるよ。前回見た時平気だったよ。なんで？いじっちゃったね。ガッテムしたべ。ガッテムで蹴ったべ。ガッテムしないです。どうしたの？これはノリコかぶってるよ。これ誰だった？いや自分で、うん、見たらかぶってるって。いや一昨日、うん、何コース行って考えたらかぶってる。かかるじゃん。これこうやってどんなのそれ。なんでそういう風になっちゃったの？怖いね。キャディバッグにただ入れてもなるかね。入れ方悪いと、うん、そういうのね、うん、おお、もう一瞬ででももうちょいいけるいけるもうちょいいける。あもうちょいいく、うん、もうちょいいってみようか。もう少しね。おお。すごいね。怖い。柔らかい。あ、そう。クラブイジリに関してはね、お、まん右向いてんじゃん。ジャンボ崎仕様になって。ちょっとずつだよ。まだ行くよ。まだ行く。まん右向いて、今ベロって右向いたよ。あ、とりあえず今回。とりあえず今回ね、だからまた言って。はい。これ以上右はって。ノリ君、どっちかだからね、そのパターもそうだけど、ショットもそうなんだけど、あの、なんていうの、捕まえるやつを捕まえないように打ちたいタイプなのか、それとも捕まんないのを捕まえるに行くかっていう。いや、こう打ちたいんですよ。ああ、どっちかになる。最近こう、引っかかりそうで やるんだ。手が。だったら、もともと右向かしたわけです、ね。俺どちらかといったら、もう欲望があった方が好きだ。乗せる方あ、もう右向いてるのダメだ。もう右向いてるのとか、すぐ玉まだり早いパターとかだと、もう全然ダメになっちゃう。それタイプにやる。おお、来ちゃった。大丈夫。来ちゃった。さすがだね。早い。まあね、ほんとね、まあ話題がないよな最近な、ほんと。だってゴルフやってないんだもん、まず。それはあの俺が打ってるとこしかだって載せられないでしょ。あんまりね、変にこう練習してるやつとか、他のほらプロもさ、今こんな自粛してなきゃいけない時にさ、あんまり練習の動画とか上げれないもんね。らしいね、なんかやっぱそうなんですか。そうみたいよ。やっぱりちょっと今そういう、例えばほら営業もさ、レストランとかも営業さ自粛しなきゃいけないのにさ、開けてるとさね、なんか張り紙が貼ってあってさ、よくこの時期そんな営業できますねとか。いるんだよ ね、うん、そういう人もいるわけだから、やっぱ何言われるか分かんないからさ、怖いよね、ほんとね。ほんとだよね。ここなんてさ、あれだよ、こんだけ広い土地でさ、ね、3密になることないじゃん。
湯原の水、荒井金水、また言ってるやるわけないなんか伊沢さんの名前変わってない？伊沢としみつか、伊沢としみつ俺、福沢としみつってあ、そうか、荒井金水外そうだって知らないっつうのよ、誰も荒井金水外して、伊沢としみつにしようそうか、能三密でね、自粛してんだよ、みんな。そうなんだ。だからあんまりインスタもさ、どうかなって感じだもんね、見てるね。自分家で何かやってんだったらまだいいんだけどさ。だからここ自分家じゃん。うん、練習場とかのなんかあればあんまり良くないもんね。だから打っちゃうよね。な、ここで。え、ですか。打っちゃうよね、たま。もう、友達さん、あれなんですよ。プロゴルファー以上の練習だし。知ってるよ。知ってますよ、やっぱり。知ってるよ。しますよ。どん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 腕上げてるっていう技だからさ。そう、今度俺と勝負しようぜ。お、あれ、あ俺言ったけど、今年一度もクラブに行ってない。あ、おう、嘘でしょ。何やってんの。一度もクラブに行ってないんだよ。大変なんだよ。ていうか、だってバックずっと置きっぱだもん。そうだよ。で、いつの間にか M6 のドライバーが刺さってるしさ。ああ、なんかね、新しいのどうせ使わないんだから、スプレッド全部どっか鍵かけてしまっとけよ。僕に友達さんに言われてるのは、うん、このヘッドどこ行ったって言われたら、トマラさんバック入ってますって言う。M6 入ってるけど、 M6 は何なのか打ったこともないんで。最悪だわ、ここは。そうなんだ。あそこだってキャディバッグあのままでしょ、ずっと。そう、僕一回ランドしないです。一回行った。一回行きました。俺まだ一回も行ってねえし、当たる気がしねえ、今日。てか、トムと、ね、行ったのいつよ。俺、記憶残ってんの、あれしかないよ。宮崎キャンプの時のあの青島。行こうよ、一回ちょっと勝負しようよ。俺のこのしょぼい。いや、ごめんなさい。久々に宮下さんと回ると、宮下さんのゴルフを見て、多分笑いすぎてゴルフになる。俺もでも人の子出ねえかんな。笑いすぎちゃう。多分しょべえかんな。いや、俺がゲリラゴルフって言葉言ってんのは、もうトム尾崎を見てからだからね。どっからでもパー取ってくるし、どっからでもバーディー取ってくるんだよ、この男。ゲリラだ。あのね、宮下さんに一番聞くのが、宮下さん、左帯近いですよって言うと、もう、右にどんどん。ダメだ。それお前でしょ。白食いアレルギーだから。みんなそうだろ。皆さん、白食いとか、ね、池 の, あの赤食いアレルギーとかさ、妙に。なんでもないオーダーのにさ、とんでもない逃げ変わってる。そんなさ、そんなスイング変わっちゃうのっていうさ、メンタル激弱。そんだけ変わっちゃうのはさ、やばいよ。警察官見てもこうやって職質かけられちゃうタイプ。もうビクッとしてるのと同じくらいさ、そ、何も悪いことしてないのにさ、超あの、ほんとさ、なんだろうな、拒絶する反応ね。あれ面白いですよね。面白いね。俺も警察官見るともうドキッとしてる。小暮なんかしょっちゅうスピード違反してるからさ、うん、もうドキ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 してる。あ、そう。もういつも警察官、あ、やばい、警察官。いや、去年ナオミさんのあのスターツ行ってる時に、ナオミさん助手席で、僕ナオミさん車乗って、うん、僕ナオミさん車乗ってして、うん、ビャーンって来たんですよ。うんうんうん。おで、僕、警察官もまっすぐこうやってたら、ランビさんが、小暮、お前、なんかこっち向いて言ってんぞ。なんか言ってるぞ。捕まった。セーフだった。嘘。で、言われたのが、こうやってこう、ジェスチャーでスピード出すなって、こう。ああ、マジで出すなと。はい、だからこう警察覆面が横に来た瞬間、こう絶対右見ないようにこう行ってるように。大体みんなそうするんだよ。マジで俺、うん、満身だよ。満身するよ。なんでそう、悪いことしてるからだよ。そうそうね。俺だってゴールド免許だ。お、何言ってん。宮下さんはあれだ、俺うっかり執行。小一郎が言ったらあれでしょ。これはいいっすねー、いいっすねーってね。はーい、今日はあれですよ。イージー215ですよーって絶対そうだ。
もし行く。全くならないっすやん。いや、小暮、はい、あの、うざっ、俺と同じグリップ、はい、なかった。何か、え、うん、何入ってんの STM 風邪ほいちゃダメある、まだ前のやつはあるんですけど、最初のやつ